皆さんこんにちは。前回のポジションランプの交換は購入した LED ランプが不良品なのか、ただ単に相性が悪かったのか、うまく点灯せず点滅状態の点灯になっていた挙句、数時間後には点灯しなくなってしまいました。ポルシェに適合する商品ということで安心して購入しましたが残念です。ということで純正のポジションランプに戻してポルシェに適合する LED ランプを再度注文しました。こちらが今回注文した LED ランプです。もちろん今回もキャンセラー付きを購入しました。口コミにも9、8、7ボクスターで正常に点灯したと書き込みがありましたから安心です。前回のものよりは送料含めて700円くらい高いのですが、まだ安い方の商品だと思います。商品説明にも適合するボクスターの年式まで表記されているのでこれなら安心です。こちらが交換前の純正ポジションランプの色です。電球色で少し暗いです。それでは早速交換しようと思います。今回も某ホームセンターの駐車場を使わせていただきます。ここで作業をすれば何か足りないものが出たらすぐに買いに行けるので大変便利でよく使わさせてもらってます。ここについている青いランプがポジションランプです。おじさんの動画を初めて見ていただく方のために一応説明させていただきます。このランプ交換の動画はこれで3回目の動画です。何度も失敗してしまい今回も作業は同じような動画になっていますが、今回は成功したので常連の視聴者さんは我慢して最後まで見てくださいね。レンズの下にネジが3箇所ありますが、何回も外して気がついたのは真ん中にトルクスのネジで止まっている箇所はどうやらレンズを止めているネジではないようで、両端の2箇所を外せば外れるようです。以前の動画に視聴者さんからコメントをいただきました。それによるとこの真ん中で止めてあるトルクスのネジは調整用のネジのようです。何の調整をしているネジかは分かりませんが、確かにそのネジはボディ側にはつながっていませんでした。かれこれこの作業も3回目なのでプロのような手さばきで外していく自分に寄ってしまいそうです。ネジが外れたら手前に下げながら抜き取ります。ポジションランプのカプラーを外したらソケットを左回りに45度くらい回して引き抜きます。一応ランプを素手で触らないようにゴム手をしておきます。前回の LED ランプの返品時に販売店からメールが来てランプを取り付ける際にゴム手をしましたかという質問が来ました。注意書きには書いてあるそうで素手で触ると返品が効かないようなことが書いてありました。結果的には返品できましたが、またこのランプが不良だった場合に面倒なので念のためにゴム手をしておきます。LED に差し替えたらはめ込む前に点灯テストをします。以前の動画では極性のあるランプをつけたことに気づかず点灯テストをせずにはめ込んでレンズまで取り付けてしまい、結果的に点灯せずまた取り外してやり直すという失敗をしてしまいました。今回の LED ランプは双極性の商品ですが念のために点灯テストをしておきます。無事に点灯してくれました。こんなランプの交換は大したことではありませんが、以前に不良品をつかまされて何度もつけたり外したりしたのでとても不安でした。右側が無事についたので次は左側の交換をします。
左側は前回見たときにポジションランプのカプラーが割れていたので今回はその補修もしておきます。と言っても絶縁テープがないので養生テープで簡単にするだけです。水をかぶるような場所ではないので多分大丈夫だと思います。こちらが破損している箇所です。本当は新しいものに交換したいのですがこんなパーツも純正部品は高そうなのでテープで補修して我慢しておきます。こちらも無事に点灯しました。最初からこの商品を買っていればこんなに簡単に交換できたと思うとあの不良品を買ってしまったことをとても後悔してしまいます。今回分かったことは LED ランプを選ぶときは多少高くてもキャンセラー付きで極性のないものを選ぶということです。割れたカプラーはこんな感じで補修しました。今回は絶縁テープがなかったので養生テープを使いましたが絶縁テープで留めると粘着剤がついて外すときに困りますから取り外しをする箇所は養生テープで留めておいた方がいいかもしれませんね。完成しました。こんな感じです。カメラ越しで見ると点滅していますが肉眼で見る限り点滅はしていません。そこそこ明るい感じでおじさんはとても気に入ってます。暗くなるのを待ってもう一度見てみましょう。こちらが交換前の純正ポジションランプです。ヘッドランプがキセノンで白いのでやはりバランス悪いですよね。こちらが交換後です。ポジションランプの方がケルビン値が高いせいかヘッドランプが少し黄色く見えていますが肉眼では両方白いです。ポジションランプは以前より明るくなっていい感じですね。3回目にしてやっと LED に交換できました。フォグランプはまだ電球色なのでそのうちに交換したいと思っています。いかがでしたでしょうか。今回の動画たかが T10 の LED ランプですが安いからとはいえ粗悪品を買ってしまうとおじさんのように何度も外したりつけたりして大変な思いをします。皆さんも気をつけてくださいね。おじさんはすぐに安いものを探して買ってしまいますので失敗も多いです。これからは少し気をつけようと思います。長らくのご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、またね。